どうも、俺の日本代表チャンネルです。今回は森山選手使っていきます。この選手ね、調子の波大きいんで、コンディションの波か。これフィジカルコンタクトとかその辺、99いきます。しっかりね。まあ、8ハブで見れば絶好調の能力がなんとなくわかるんで、まあ作戦としては、まあ本命見ればわかる通り、まあ、H クロス、ピンクロ、まあクロス最強。最強パスにしてもいいな。もうちょっとパス4振りか。ドリブルに超振りまくった。これ J リーガーイベントでバンバンシュート入る育成ね。いや、これでいいの蹴るでしょう。でクロス行って真ん中で競り合うのってやっぱきついんでね、この外、これ前回でホワイトさんもやってたんですけど、この外のね、1位のヘディングね、サイドバックとも競ったり、意外と競り勝てる位置なんですよ。で、ちゃんとでかいの連れてきて、で、ピンクの持ちね、ピンクの、今度もピンクのつけて、で、三田も入れたり、鎌田。で、菅原 B なんで、鈴木純也が疲れた時とかダメな時、みんなピンクの持ちに中田もピンクのつけたんでね、バンバンクロス追っていくよ。森山絶対、点決め、点決めるまで終わるまでやっていきたいと思います。問題は森山選手が絶好調引きてるか、第一関門ね。と、来たー。平川選手も、いや、鈴木純也選手も絶好調。これはね、やばいな、やる気ま、やばいな、こいつら。どうした？どうした、全員。ちなみに田口選手もピンクロ持ってます。まあ、ほぼほぼ上がることはないだろうけど。いや、どうした？マジで。やる気マックスやんけ。あ、どうしよう、久保の位置。久保の位置はあんまヘディング、重たい選手2人って結構しんどいんで。で、多分だけどね、この辺持った時に、多分、久保でもね、ワンチャンスルーパスして、クロス上げるときあるんだよな。だから、ピンクの持ちがいい。ってなると、久保でいいんだよね。伊東純也、後半出して。この辺もいいな。っていうか、なんなら、クロスゲーしないで普通にやりたいまである。そんぐらい揃ってるわ。ディフェンシブタックつけて、サイドバック上げちゃうんでね。ホワイトさん、サリバとライカールと、あ、アレクサンダー。左でしょ、森山選手。まあ、セリアいけるよ、これ。ホワイトさん対策してこないと。やっちゃうからね。左コーン、これは変えとくか、こうするか。森山選手もやって、いや、いける気がしてきたよ。今回点決められなかったら、なんかフォーメとかいじんないとダメかもね。先日ショートカウンこのターが時間厳しはいのか日本対リバプ分からールんけど。こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。右だこのよ。ゲームの解右使説はおなじうよ。み元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願そういいたそうします。そう。よろで、しくこおの願いし中ま盤す。抜けて、で、さあ、ご覧こうのよう来にゲームはて、すでに始まっております。あ、一番外が良かったけサど。イドを紹介です。ゲージがマックス右いん側がか。リバプール、ゲージはマッ対しクスてで左のエンドを守るのは日本となります。OK。よインターし。セプトを狙うベルカンプ、奪いに行きます。守備がしんどいかもしれん。右サイドへ振ってこれ一回、ボールはああ、それ届き裏じまゃせなん。くて普通に、ああ、ダメか、取れないか。田口が今日の試合300試合出場という特別な日を迎えます。チームのレジェンドへの階段を着々と上り詰めていきます。いやー、300そう試合そうですそう。か。で、こやっれ、ぱりチームなの一で番選外。手の入れ替わりもあるいと思うや、んですキーけパーど、触るか、そさすのが中でに。試合に出続けるっていうのは本当に素晴らしいですよね。はい、今日はどんなプレーを私たちに見せてくれるのか楽なしん、みですペね。ナルティエリアに、冨安、やっぱ入った方がいいよ鈴な。木、競り合い勝てるか。
ああ、まあまあまあ、あでもジャンプ低いんで、まだ両チームとも様子見というところでしょうか。スルーパスを狙う。よし、オッケー。いやー、やってる。危ない。どうだこのシュート。やってるわ。来た、先制。日本相手に先制点をもぎ取ります。中盤で奪ってからのカウンター。あー、それもずれちゃう、パスが。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。なるべくペナルティエリア内でクロス上げたいけど。さあ、リバプール立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。一枚平川でクロス、エッジクロス上げるのが望ましい。抜けてくる。うわー、取れないか。それこれを奪います。まあまあまあ、まあ、前線へこの長いボール、ね、日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。いやー、そこか。さあ、シュートレンジだ。サラーからアレクサンダー・ノルド、ジェラードに渡る。中村、森山へ。絶好調だとグラパラージュ超えるんでね。ちなみにサリバ、このボールをカットします。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。中村、田口、引っかかるか。結構森山選手やるんだよ、絶好調引いたら。平川、スルーパスを出す。お、これいいですよ。オフ、これはオフサイド。いや、オフだ。ワンチャンクロス折り返すってパターンもなくはないか。自分で持っていけるか。中央上がっていきます。ジェラード、これはファールです。いい位置。あそこか。全然良くなかった。ボールがつながる。つながります。頼む。あー、惜しい。いやー、もうギリギリのクリアって感じですね。勝ってヘリング、ナイス。鈴木純也は普通にウイング並みにドリブルできるんでね。中田、来た、チャンスだ。ナイスクロス。いやー、ついてしまいました。これちょっと前までだったらキーパー触んなかったんだけどね。触るようになっちゃったんだよ。中村、どんだけクロスゲース阻止したいっていうね。このボール奪いに行きます。裏を狙う。このさ、さあデニスロー、裏へのスルーパス。さあサラ、いやー、さあ勝負。シュート。いやー、やられた。来た、リードを広げました。やば、ちょっと今のあー、なんでそこ行っちゃうかな、パスが。高い位置からの指示が辛いな。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。その入力と違うところがね、出ちゃうの。2対0という展開。リバプールとしては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど。平川から中村、平川、お、これいいでしょ、うん、オフサイドですね。なかなかきついな。残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもせめていい形を作って後半につなげていきたいですよね。よし、中田、さあつながるか。久保から右へスペースを狙う。いいボールだ。いいクロス。そのままキーパーが抑えました。ダメだね、ちょっとペナルティエリア入ろう。ペナルティエリア入んないとしんどいもんがあるわ。アレクサンダー・ノルドからのフィード。
危ない危ない。このゲームで300試合出場という偉大な記録を打ち立てています。スペースへ、これはチャンス。ディフェンスこれを読んでいた。前線へ長いボール。さあカウンターだ。ここは笛が鳴ります。丸山から森山。やべた、タッチでけえな。シャビアロンソから応援。サラスルーパス。ここは通しません。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。さて北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。ヘディング1回もできてないってことだよね。一般的に言われるのは外すぎだな。もっと中でゲームをこう終わらせたい。3点目をどう取れるかでしょうね。日本対リバプール。ではこの後も試合をお楽しみください。さあ攻撃意識も1個上げてみるか。リードはされてますけど、後半の早い時間帯で1点返すような展開になると一気に波に乗れますよね、はい、まずは1点返していきたいですよね。ジェラードからレオンサイドへ、ナイス。さあここでカウンター。平川、久保。あー、やっぱ外行くね。実は久保、ここをかわした。出るか、シュート。うわ、惜しい惜しい。ここはディフェンスの対応。クロスと見せかけて中で崩しちゃうパターンもできなくはない。来た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 。インターセプト。これはクリア。よし、田口、いい落とし。ああダメか。あれどうした、交代したいんか。そんなに54分だぜ。変えるか。ミスター今度森山疲れちゃうね。森山ちゃんサイドバックもいっぱい上がってるから菅原使っちゃうか。123で、あと平川と森山を疲れたら帰るか。さあ共に選手交代があるようです。いやどこスローインをカット。これは読んでいました。さあつながるか。このねちょっとパスが変な方行っちゃうとかカーソルがミスるとかね、自然とマジで夜やったり重くない時やるとマジで起きないからね。1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんね。本当に起きなくなるんだよそれが。そのためにはベンチワークが、やっぱ操作方法っていうより回線もあるよね。そのどう反応するかは。後半に入りそろそろ15分というところ。いやこれやらかしじゃん。ナイスキー。前川のセーブ、超やらかしてる。いや今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたよね。日本今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアを切らすことが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。伊藤純也だな。ちょっと2点返すのがしんどいから。今日これが初めてのコーナーキックです。森山選手以外は結構ガチめ。それはやってる。しんどすぎる。さらに突き放します。これで3ゴール差。いやー俊介の左しかできないところが入り、両足切れてたら、いや、やばっ、や
ばいなこの試合。あれ入るの？オーウェン、ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。そうですね。普通はちょっと焦りそうな気もしますけどね。やばいぜ。ドリブルでしっかり持ち込んで落ち着いて決めましたよね。さあ、リバプール、この試合何かがおかしい。主導権を完全に抑えています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにもつながったんでしょうね。おっと、これはカウンターいきますね。意表ついたけどな。応援から浮き球のパース、さあジェラード、ナイス。いや、これ裏狙ってたか。ソボスライ、応援に渡る、シュート、左にされます。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。森山勝てるんじゃない、意外と180センチだから。ソボスライからサラ、ソボスライ、普通の方面で使った方が点取れるまである。森山が受ける。さあカウンターを仕掛けます。パスで繋いで攻め込んでいきます。いや、遅いな、このボールをカットします。遅いな。お、ナイス。パスは今野。お、森山、お前点取らしたいんだ、お前に。おい、読まれてるぜ。日本ボール。そもそもね、負けててもいいんだよ、森山選手に点 取ってもらえれば。ショートコーナー、この企画は。ああ。ドリブルで仕掛ける。オッケー。丸山。オッケー。流れを止めます。日本カウンターを仕掛けます。そして。普通の攻めの方が。仕掛けるか。いいまであるぜ。シュートー。今のは何クロスやんないぜ。回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。日本はコーナーキック2本目。ほら、うわ、日本としてはちょっと残念なゲームになってますけど、何かこう残念すぎるよ。欲しいですよね、次の試合のためにも。スペースに出す。さあシュート、前川のセーブ。さあこぼれた、ハット、ナイス。日本としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。カウンターターゲットつけてるのにスタミナ減るの早いんだよな。やば、中張れた。裏のスペースを狙う。オッケー、コーナーキックです。リバプールとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。大きく縦、富安から伊藤、中村、よし、来たか。これ中クロスのフリして、そうそう、来たこれがしたいだけ。いや、普通の方面でいいわ。やっぱり変にクロスや慣れてないことするより。さあ、日本チームとしての意地を見せます。裏へ届くか。もう一回ある。もうくそ、ダブ立てないで変なフェイントが出ちゃったよ。そう、一人で行くのか。おーや、早えな。コスタクルか、左サイドのドリブル。あ、なっちゃうか、これ。あー、読まれてる、完全に。ここで笛です。負けたけど、OKOK。4-1。もういいよこれで。日本3ゴール差をつけられての敗戦です。力の差が出てしまったゲーム。まあ正直ね、しんどい。カウンターターゲットこれつけて、こいつ
この動き、裏抜きも足遅すぎだし、さすがにしんどいな。ただ点決められたんでね。オッケーオッケー。ゴールパフォーマンスね、普段しないからどうすればいいかよくわかんねえんだよな。え？もう一試合やるか。ゴールパフォーマンスしたいから。行きましょう。今回は森山選手と点取ったんで、取らなくてもいいけど、ゴールパフォーマンスしたいな、でも。どう？あ、好調？好調だったらまだやれる。あ、他もいいな。ミスさんもいいじゃん。菅原使うかぜ、好調。ピンクの持ちで攻めたいってのもあるけど、いや、ピンクのなくても、ピンクの欲しいか。菅原はスタミナだ。91絶好調あれば交代せずにいける気がするな。まあいいや、これでいこう。ホワイトさんは？ゴリゴリいっちゃ、いや、ゴリゴリでもないな。森山選手に点取ろう。ちょっとクロスばっかになってたから、それ気をつけて。このゲームの舞台はフランスのホーム、エスタディオ・オリンピコ・ウニベル・シタリオ。1952年に開場した7万2000人収容のスタジアムです。熱狂的なプリマスサポーターの声援を背中に受け、今日のゲームを戦います。この時間はプリマス対日本、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。強豪同士がぶつかる90分、トッププレイヤーの共演を堪能しましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、ここからですね、空いてますからね、立っていきたいところですよね。このセカンドボールは一旦前を取る。さあ、今日のゲームの注目は重たいんだから、本当に見取り図の森山選手です。このフィジカル、迫力たるや、まさに重戦車ですよね。いや、存在感ありますよね。はい、フィジカル的な部分に目が行くんですが、ね、左足からのキックも非常に見応えがあるんですよね。はい、ミラクルレフティという異名も持っていますからね。しかも学生時代サッカー経験がなかったそうなので、これも驚きですよね。それであの精度の高さは驚きですよね。はい、練習すればああいうボールが蹴れると勇気を与えてくれますよね。いや、もうサッカーを愛する気持ち溢れてますよね。森山選手のプレー、これは見逃せません。裏を狙う、シュートレンジです。ネイマール、こぼれた。ここで丁寧にコントロール、スペースに出す。どうする？さあ、鎌田シュート。うわ、マジで全部読んでたんだけどな。日本相手に先制点をもぎ取ります。鎌田、ディフェンスに寄せられましたが、見事なゴール。いや、寄せられてましたけど、しっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。先制1対0です。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね。はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。うまくカウンターを仕掛けていきます。ネイマール、裏を狙っていきます。来た、チャンスだ。富安、
うまくボールに行きました。ここは森山選手、セットもらおう。ナイス、いや、セーディングセーブなかったようです。応援からデニス・ロー。日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。サルビオからデニス・ロー、佐野、中田、平川へ。さあここでカウンター、スペースへ、このボールは中田へ、チャンスになる。あと、なぜマジで今ので点入んないの。今の入…いや、俊介、俊介あんだけドリブル精度高くて、鎌田、その重さはしんどいね。中田、佐野、さあカウンターのチャンスになります。これは合いません。OK、ナイス。さあ、久保、うがいとはたける。これは繋がりません。スペースを狙う。足の切り替えも早いですよ。これが能力でした。中田、フリーだ。応援上げる。そのままキーパーが抑えました。お上げにしとこ。ファンブイテン、このボールに触ります。勝てねえんだよな、競り合い。佐野、おっと、これはカウンターいきますね。さあ森山、押したくれた。よいしょ、よいしょってね、ショースケ。あ、いい展開ですね。シュートもあります。クロス低い、クリアです。通るのか、このパス。スパキャン間に合わないな。サルビオ、このボールに触ります。日本としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか。うわ、最悪、重かったんだ。重いんだよこの試合は。やべやべ、また2点リードを広げました。重い時のね、試合がそもそも苦手だからしんどいな。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さらに1点を追加し2対0としています。クマスとしてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね。非常に重要なゴールになりましたよね。中村、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあデニスロー、これはつながりません。くそ。そして今前半終了の笛が吹かれました。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了した雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうか、わからないですよ。フマス対日本、それでは続けて試合をお楽しみください。後半キックオフです。リードはされてますけど、後半の早い時間帯で1点返すような展開になると1点に乗れますよね。うっそ、まずは1点返していきたいですね。やば、今わかる。チャンスだ、来たぞ、シュート。今さ決めた。いや、何秒前のシュートのゲージのがスパキャン入ってるから、すげえ遅れたな。あれはしんどい、判断されちゃったら。枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。そうですね、キーパーはノーチャンスですね。うわやべえ。さあ今度はどうだ。ロドリから鎌田、絶好の位置。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。裏を狙っていきます。チャンス来た、中折り返した。ヘディング、いや、ナイス。森山じゃなかったわ、森山じゃねんかい。見事な同点ゴール決まりました。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。
いや結構重い時の試合はやっぱ変だ、大変。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。さあ日本とうとう同点に持ち込みました。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。抜けてくる、早っ、ちょっと合いませんでしたパスにも、あのワイトさんもきついよな、この重たい反応が悪い時の試合は。あぶれ、前川大きく前線へ丸山流れを止めます。佐野、ロドリ抜きに行くか、中村、日本カウンターを仕掛けます。久保から森山、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。カウンターですよ。鎌田、ネイマールに渡る、平川、さあカウンタースピードを上げたいところ、さあ一人で持っていく、いや佐野カットに行きます。中田、スピード上がってきますよ。中村へ、俊介あそこ持った時しんどいんだやっぱり。森山から久保、久保かわした、さあカウンターを仕掛けます。さあ繋がるか、富安、このボールをカットします。私コスタクルタ、なんとか決めたい点を。俊介あそこあの方面のな、このやり対一で使うのがさすがにしんどい。エッサ選手、さあ共に選手交代があるようです。ナイス、森山、そうだもん。さあオーウェン、フラグは上がっています。やべやべ、抜けてくる、シュート、早っ、さあ勝ち越し、フーマス、オーウェン強え、オーウェン、キレのあるドリブルからのこのゴール見事でした。トミヤスのスパキャンダッシュだぜ、しますけどもね、ドリブルでしっかり持ち込んで全然追いつけんかった、体でも抑えられたしね。ここでリードを奪いました。フマスとしてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。インターセプトを狙う佐野、いや佐野いいわ、さあ三つパスとかその辺は結構終わってるけど、いや今のは無理だね。左サイド上がっていきます、囲まれちった。リバルディオルから応援、ここで受けて抜けるか、ここはディフェンスの対応佐野、あ遅い、スルーパス、さあチャンス、シュート、遅すぎーボールコントロール低いからパス出すまで遅すぎ。これがダメ押しゴールになるのか、これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。一瞬オフサイドかなと思ったんですけどね。飛び出すとシュート。いやシュート精度それは。おお、舐めすぎ。うわ、くそ。このスルーパスは通りません。シュート。いやそれも防がれるか。コース空いた、シュート、おー、これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。
今野、非常にドリブルがキレのある選手です。そうですね、個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよね。スペースを使う、お、勝てる。いやー、セリエ結構勝ってねえな。うわデニスローが受ける。富安、ここは読んでいました。来て上です。4対2、日本。このゲームは惜しくも敗戦、残念な結果となってしまいました。ダメだ、終わりだ、終わり。成績がどんどん下がっちゃう。ってことで終わりになります。さよなら。